ね最初のね人はみんなびっくりすると思いますよ。ロケットというロケットなんですよ。そんでロケットだけでポンって当てると向かってくるんですよ。あいつすごいのは僕あいつ俺と身長一緒なんですよ。62なんですよ。チビなんですよ2人とも。で僕はちょっとデブになる体質があったから時に68キロから9キロ抑えるようにしたんですけど、そんなイメージないですけどね。いやそれを減量したんですけど、ノリは日常からあいつ62ぐらいしかないんですよ。あの絞っちゃう昔からあの体なんですよ。だから本当はあいつ50何キロの選手なんですよ。あいつだから最終的には50何キロでやってましたよね。あいつ優秀でも50何キロクラスなんですよ。でもだから計算って70キロじゃないですか。だから前日計量したらみんなねだいたい75以上にはなるんですよ。だからねあいつね体重差ね10何キロだからボクシングでいうと何回っていうかありえないことやってたんですよあいつ。なんかリング入ると全然ちっちゃいイメージないですけど、いやでもちっちゃいイメージないですよ。なんか大きく見えてましたよ。あいつについて思うのは本当あれですよ。そのもしこの競技はもっと野球とかサッカーみたいにちゃんと確立されてみんなに理解される競技だったら、例えばどんな競技でも野球でもサッカーでも歴史に残る選手いるじゃないですか。もっと残った選手でしょうね。もう物が違いすぎる物が。ただあいつが言ってきたのが前朝日さん足関節を教えてって言った時はそれはやめた方がいいって拒否した。お前には向いてないって俺の言った向き不向きの話絶対無理。ああそうですか。いやだってここまであいつやんなかったけどあのレスリングやったらあいつには100回やったら500回ぐらい負ける自信ありましたけど、うん、あいつだっていや力もう当たり前ですけどうまいんですよ。だから村上君ってやった時も倒したって言うけど体のいなしだけなんですよ。あれ崩しなんですよ。いや本当に本当にやらないんですよ。ただねレスリングやったら100回やったら500回ぐらい負ける自信あったけど寝技やったら絶対100回やったら100回勝つ自信ありましたので、あちなみにあのパスはされたかもしれない。まあ取れることはないな。あれやったらあとパンチは、ね、間違えて一発食らった日には天国に行ったろ。いやいやいやすごい。年いくつ ?1 歳です。あまだちっちゃいんじゃん。毛も綺麗ですね。ねえおす気持ち悪いからおとなしいなお前。あの多分朝日さんがわーって大きい声出すたびにビュッと分かる。あでも本当おとなしい。朝日さん犬飼ってる？いや昔飼ってたんですよ。ああ猫はですねあの大宮であれなんですよ。あの大宮あそこ周り草っぱらだったんでよく猫落ちてたんですよ。ほらあの春になると野良猫がいっぱい産むんですよ。ああそんであのあれなんですよ九州に帰っちゃった上野久平ってやつが猫拾ってきたんですよ。これが久平さんだ。こういう携帯があって朝日さん猫拾ってき落ちてました。ちょっと待ってこれどうすんねんこれどうすんねん朝日さん飼ってください。ちょっと待てよなんで俺飼うのしょうがねえから僕猫飼ったことなかったから今で新日本の4代目タイガーと受付の女の子と3人でちょっと待って猫どうしたんや猫どうしたんや朝日猫は猫用のミルクあるからって車で猫用のミルク買いに行ってあの3人で猫飼い猫出てるんだよこうやってじゃあこうやってやってちょっとシュート君ってやった時ピットボールがいたからシュート君にこれ食わせんなよって絶対食わせん俺練習する時見といてくれて段ボール入れて練習的に見てもらって帰るときは段ボール入れて持って帰ってで家帰るじゃないですか。家帰ったらやっぱニャンニャン泣くじゃないですか。でも泣いてもここに寝るときあると黙るんですよ。でも俺が寝返ったら死ぬじゃないですか。でも猫が眠るまでじーっとして猫が、ね、寝たと思ったらそーっと持って黙れてまた持って持ってでもそのうちこうやって UFC で僕遠征の UFC でアメリカ行かなきゃなっちゃったんですよ。だから受付の子にごめん猫一週間預かってって言ったんですよ。俺見れないもんだってうち猫とかお願いだからって預かってもらったんですよ。一週間帰ってきたんじゃないですか。朝日さんうちのお母さんがもう猫飼いしたくないって言ってるからそれ何年かしてからその子に行ったんですよ。気持ち分かる。行ったんですよ。豚見てもらったんですよ。して行ったんですよ。そこにてめえこの野郎俺が面倒見てやったんだって聞いたらもう俺のこと覚えてないんですよ。あとプラスね猫はね僕ね大宮にねあそこ田舎だったんで猫いっぱいいたんですよ、うん、だからいつもねいっぱいご飯あげてたんですよ猫に。だから大宮から僕の寮まで歩いて何メートル100メートル行かないかななんですよ。すごいよ僕歩くじゃないですか。周りから言われたんですよ。なんでさ朝日が歩くと後ろに猫が10匹くらいある猫お友達を連れてくるんだじゃあ、ま、だから大変だうちの前では赤ちゃんは産み上がるし猫使いだったんです。みんな近所の猫はみんな俺のことを聞きましたよ。でも最終的に頭来たのがね、おい、今晩の飯食わしたら食わそうと思ったら男引っかいたからもうご飯あげないと。いっぱいいらないもん。だからちっちゃい時から僕はね犬の方が隣の家の人が猫とかも飼ってて今でも いっぱいいるんですけど近所の家猫飼ってて俺んちのザリガニ外のザリガニ食いやがったから頭来てこの野郎って猫に向かって石投げてましたけど当たるわけねえ。猫と喧嘩しておいて当たるわけがよかった。当たるわけないですよ猫なの。
だから猫はね、あと今近所の川にね野良猫いるんですよ。でも野良猫のくせにこいつより太ってますよ。あれ絶対近所のやつが、ね、もうあれもらってますね。じゃあいつもみんなご飯あげてるんですよ。もうね、やる気が、これと違ってやる気がなくてね、いつもなんかみんな子供たちとかね、いろんな人がご飯あげて丸々してます。さあこちら、あそう失礼、まあ、見てみよう。ほんとは僕わかるか、これファッカイ、ファッカイわかる。アリアナちゃん見てますね。あの僕できないんで、ちょっと稲垣さん、稲垣さんこれちょっと紹介して。いいよ、これいいよ、これファッカイ、いいよ、これファッカイ。あのこちらの逸話をお聞きください。これはね、あのね、はい、あれ一般知らんかもしれないけど、あの MM とか好きな人だったら少し知ってる人いるんじゃないですかね。これファッカイって、あのファッカイって、まあ、グラムのブランドなんですよ、これが。グラムのこういうブランドがあって、ファッカイって言うんですけど、単純に言うと、まあ、意味はどういう意味か知ってますよ、ファッカイって。いや、わかりません。ファッカイって。まあ、向こうだと、え、あれ、タガログじゃねえや、フィリピンはタガログか。グラムの言葉で、ファッカイってボコボコにするって意味なんですよ。だから、ボコボコにするやって、こうやって。僕、これ着てたら、いやでもだからファッカイそういう意味で聞いたらやばい、聞いといてよかったっすね。そういただいたんですよ、これ朝日さんから意味でね。これもだって最初覚えてるのが、ちょっと待って、これあれがあるの、ちょっと待って、これがねえか、ちょっと待ってね、あったあった、これあって、ちょうどいいよ、持ってきたんで、はいはい、これすごいでしょ、こうやってだいたい選手とかってこうやってあの入場するときにこうやって、あこうやって パスですね、パス、あれいやもうこれキョンシーね、音楽でもコンサートのありますか、ライブありますね、パスありますね。これだからスーパーブローとかジョン・カルボ、ビッグ・ジョン・カルボって、これやばいんじゃないですか。やばいですよ、これだから1900何年だこれ、どこ書いてあります。いやわかんない、もう古いよ、多分これフライデー、ノーベンバーしか書いてない。グアム、ほらグアムユニバーシー、グアム大学ですよね、はい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 、グアム大学のスーパーブロール、多分これ、ねバッね、だからスポンサーバドワイザーとか、はい、オンワードのホテル、ビーチホテル、カンちゃん後で押さえてて、後で映像送るんで、こうやってこうやってあって、こうやってこうやってあるんですけど、1996、7、8だと思うんですけど、まだグアムが今みたい、今結構グアムが盛んなんですよ、すごく MMA とかも、はい、何もない。だから僕は常に黎明期だったんですけど、その時にグアムで大会開かれることになったんですね、うん、確かあのダンスバーンって選手とかが初期出て、ダンスバーンとこのジョン・カルボが確か試合になってて、でそこでですね、ワンマッチ大会に昔大宮ジムにいたアンソニー・ネツラってやつが出て、トーナメントに加藤哲司っていう選手が出たんですよ。でそれに対してエンセンの上がセコンドで行ったんですよ、エンセンが。そんでエンセンがセコンドで行って、それまでグアムの中に誰も行ってない時で、だから初めて行って選手2人と、そエンセンが帰ってきて一言俺に言ってきたんですよ。あおかやりって言うんですよ、アセヒグアムにジム作ってきたよ、今度から教えに行ってよ。えじゃあね、なんで大会に行ってジムを作ってくるの、意味が分かんない、意味が分かんなくて、それからグアムのやつが来るようになって、俺なんかも、僕もだから何回行ったら分かんないけど、何十回って言ってるから、行くようになって、その時来たのが、この行ってきた、このまず選手のジョン・カルボ、ビッグ・ジョン・カルボ、こいつ確かね、向こう今でもグアムにいて、僕、フェイスブックの友達だけど、これ確か、ラジオ局の、グアムのラジオ局の副社長かなんかの息子のはずなんですよ、ジョンは。お坊ちゃまなんで、こいつ。で、あとはメルカって、今、だからスパイク22のジムの、な今、あのミューがいるじゃないですか。ミューがあの野郎また結婚しなかったのじゃん、あいつ何感じだあいつ。田崎さんがツイートで、あの9年ぶり4度目と、そうだからあの甲子園の中堅校かという。で今度ある時あのあれやで、あの小田原のかまぼこ屋、カリスマか、小田原のカニ怒られるな、ルミナたまに返事しろよメールよ。なんで返事しねえんだよ、聞いてるぞこの野郎。まあそれいいや、そやけどあの桜井とあのまあ桜井と、佐藤ルミナと俺がとか遅れていく時に、今度朝日またやってってルミナとあれにあのエロ持たしてやつって持たしたんですよ。何かって言うとまた税関とかでみんな待ってるんですよ、カメラ待ってるんですよ。